はい、えー。皆さん、改めまして、えっ、ー、と、こんにちは。えー、茨城住居役の鈴木です。はい。よろしくお願いします。はい。本日はですね、えー、地域おこし協力隊、えー、冬のプレゼンピッチという形で4組の地域おこし協力隊の皆さんにご登場いただき、えー、これまで活動してきたこと、そしてこれからやっていくことをですね、えー、中心的にお話を伺っていきますので、よろしくお願いいたします。では、まずですね、えっ、ー、と、前段にもう一回ちょっとスライドの方を共有させていただいて、今日の会の 流れをご説明していきたいかなと思っております。こちらですね。実際こう茨城県でどんな取り組みをしていきたいのかという形で、えっと、卒業する方もいれば、まだ任期中の方もいらっしゃいます。まあ、当初 5, 名の5組の予定でしたが、4組のプレゼンテーターになりました。はいでは、進行ですね、この茨城移住客の鈴木隆明が行いますので、よろしくお願いします。はい で今日の流れを簡単にご説明いたします。えー、今ですね、オープニングという形で簡単な質説明をこの後事務局として行っています。アドバイザーの紹介とプレゼンの流れの簡単なご紹介。で今日は4組、えー、おります。はい。えー、と1組ですね、まと12分ありますで。プレゼン7分と質疑5分という形で4分。えー4組 で全体のプレゼンが終わってから、応、え、援、ー、アドバイスの方に、えー、個別フィードバックという形で、えー、それぞれに対して、えー、気になったポイントだったりとか、えーまあ、今後の活動のアドバイスをいただくという、まあ、生のですね、あのフィードバックのやり取りが生まれるというのが今回の、えー、プレゼンピッチの特徴になります。11時半には終わる形で予定しております。はい、で今、茨城県のです、ね、地域おこし協力隊はこちら、あの県の移住 定住のポータルサイトに茨城というサイトがあるんですがそこにあのリンクが全部貼っておりますこのようなです、ね、団体が各々の活動をしているという形です、はい、で今日の応援アドバイザーという形で、えー、茨城県の協力隊の研修に入っているご三方にありますのでちょっとですねご挨拶いただきたいかなと思っております、はいえー、とまず斎藤さんお話できますかこんにちはあこんにちは おはようございます。かな？か聞こえますか。かはい、踏みます。大丈夫です。<laughs> はい、はい、はい、斉藤です。よろしくお願いします。はい、斉藤さんはあの福岡県の高原町でえー、普段は活動されていて、全国のこう協力隊の研修とかですね。まあ、様々なローカルのですね。あのプロレッラ、えーの女性え活動いただいてます。今日もご自宅事務所からですか？はい、福岡の事務所から繋いでおります。 よろしくお願いします。いますはい、あの、はい、本当に研修を皆さん受けてきているメンバーですので、はい、あの斉藤さんからコメントをもらえるというのも今日のプレゼンテーターのですね特権かなと思います。はい、よろしくお願いします。はい、じゃ続いてえっ、ー、と元日立市の協力隊の与沢さん、こんにちは。こんにちは、おはようございます。おはようございます。ますよろしくお願いします。はい、今は協力隊を辞められて まあ自身の活動とまあリンゴ農園のっとついで一緒にえと農業の方にやられている形だと思うんですが、はい、今日はご自宅ですか自宅です。自宅です。ですね、はい。中からお送りいたします。はい。うん、あの夏の時、ね、あもコメントいただきましたが、やっぱりこう茨城県でこうちゃんと地域に根付いて、ね、女性の視点からも協力隊としての,あのコメント、フィードバックをぜひ今日はお願いしたいなと思いますので、よろしくお願いしますお願いします。 で、もう一方はですね、えー、茨城県で、この方もあの協力隊を行って、今、会社をですね、株式会社エポックを作りまして、地域の活動ですね、サポートしております。えー、若松さん、こんにちは。こんにちは。よろしくお願いします。よろしくお願いします。エポックの若松です。はい、今日は多分、若松さんも馴染みのこうメンバーがプレゼンテーターにいて <laughs>、はい、ぜひ愛のあるコメントをお願いしいます <laughs>。<laughs> コメント時間、意外と長かったなと思ってあの。 考えとかないとなっちゃうあ。あ、まあ、ま三三人でね、<laughs> あの、行うんで、はい。まだ、まあ、<分>若松さんが十分話していければ、<あ>皆さんで調整して。はい。わかりました。はい。した、はいなと思いますよろしくお願いします。よろしくお願いします。いまはい。お願いします。<laughs> はい。あの、この3人とですね、あの、随時、えと、ー、質疑応答をしながらですね、最後、個別のフィードバックをいただきたいと思っております。はい。 で今日のプレゼンピッチ、えー、早速ですね、あともうすぐ始まりますが、えー、と改めて流れの確認になります。えー、プレゼンの時間は、えー、と1組7分です。一度7分間で終わりにしていただいて、えー、質疑応答5分ですね、これはあのコメンテーターもそうなんですがあの、有力があるプレゼンテーターですね。 はい。まあ、あの、同じような協力隊の観点から、ここどうなってるんですかとかですね、質問をいただけるといいかなと思ってます。なので、早く終わったプレゼンターの方、ぜひ、あの、質問をですね、積極的にいただけるといいかなと思ってますので、よろしくお願いいたします。で、時間の方はですね、こちらの方で測りますので、えっ、ー、と、基本的には、あの、7分になったら、まあ、7分半になったら、基、う、本、ん、あの、終了になりますと、アナウンスは鈴木の方でさせていただきます。はい では、えっ、ー、と、一組目のプレゼンテーターになります。鹿嶋市の佐藤伊さん、よろしくお願いいたします。皆さん、拍手でお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、改めまして、まあ、あの、ご自己紹介は後ほど出るので。こちらの魅力が課題を超える、そんな未来を作りたいという。今回のプレゼンを発表させていただきたいと思います。実は、こちらの。 魅力が課題を超えるそんな未来を作りたいというのが、私の現在の夢のようなものですね。なので、この夢に向けて今取り組んでいること、そしてこれから取り組んでいく2つのチャレンジについて、今回はお話しさせていただきます。 改めましてですね、えっと、佐藤優奈の方で紹介あったんですけど、一応、名字が変わっておりまして、松崎優奈と申します。茨城県の鹿島市地域おこし協力隊として、えっと、現在3年目ですね。で2018年の8月から2021年3月末までの任期となっております。一応、えー、任務当初はフリーミッションということで、 えとその中から情報発信の業務を選択して、現在は、えー、広域連携の企画だとか、情報発信、と,、えー、と今年に、今年、去年からですね、豊島エール飯の立ち上げを行ったりとしております。で2020年は、えー、里の場大学の方を受講させていただいてます。その中で海が笑顔になるプロジェクトというものを実行させていただいております。こちら継続しようと思っております。 4月から卒業しますので、鹿島の空き店舗を利用して、縁を鹿島でつなぐをテーマに、場づくりやメディアなどのエニシカという会社を立ち上げる予定です。ここで軽くですね、えっと、海が笑顔になるプロジェクトについてお話しさせていただきます。そもそも私が鹿島に移住したのは、海のある町に住んでみたいというものがあったからです。鹿島に住み始めて、 海水浴場期間中はもちろんなんですけど海岸一斉清掃だとか若者の海水浴離れなどを見てきてキラキラしていないようなさまざまな海を見てきましたも,もっと海を愛する人が増えたらいいなと思うようになり海と関わる人はもちろんですが海と関わってこなかった人にも関心を持ってもらうきっかけづくりをしたいと思って作ったのがこちらのプロジェクトです 内容はこちらの3つです。ワークショップを通して、海ごみという社会問題を面白く自分ごとにできる海ごみクエストや、広い砂浜を活かした砂浜アートのイベント、B チクマダオ姉さんのようなもの、あとすでに市内で展開されているクリーンウォークに関して、こちらは広報活動をより一層力を入れていきたいと思っております。 上の問題は、えー、すぐに解決するものではないので少しでも楽しく進んでいければいいかなと思っています。はい。これからですね、2つのチャレンジについてお話ししていきます。1つ目は伝え続けるプロジェクトです。ある先輩協力隊が発した言葉をご紹介します。地域おこしという言葉を聞くと地域には解決しなきゃいけない課題がたくさんあるような 感じるでも本当に地域にあるのは課題ではなくて魅力なんです。地域に入るとこっちがたくさんのことを教えてもらえるんです。この言葉を聞いて当時の私は深い納得のあまり涙をしたことを覚えています。ここに集まっている皆さんも納得する部分がたくさんあるかなと思います。地域には魅力がたくさんある。あんなところもこんなところもいい。でも地方には課題がある。課題を解決しなくてはならない。 みたいなイメージってなんで消えないんでしょう協タイがいくら情報発信しても消えないこのイメージの正体を私はこう仮説しています。皆さん長い橋を渡るときってドキドキしませんか他にも初めて地域のグルメを食べたりとか慣れない雪道を通るときとかドキドキするかなと思います。 鹿島市は周りを海と湖に囲まれているため、東京側から鹿、えー、島に来るときは、湖にかかるこのような大きな橋を通らなければなりません。時間にしては30秒ほどなんですが、はじめは橋を渡るたびにドキドキしていました。そんな話の話を地元の方に話すと、こう答えて,答えてくれます。当たり前だからなと。普通でしょ これが定番だよ。そうだったんです。地域にある魅力って地元の人の当たり前だったんです。当たり前だったから口に出すこともなくて、その上魅力ではなくて課題ばかり見えてしまう。これが私の思っている仮説です。これはとてももったいないことだと思っています。地域で活動してより感じました。当たり前の中にある魅力を地域の人が知ってくれたら、 もっっととハッピーで自信のあるる街になななんじゃいいかなと思っていますそんな私が、えー、この協力隊期間中に活動してきたのがさまざまな形の情報発信の業務を続けて任期、えー、中にはこのような媒体で、えー、情報発信をしてきました他にも、えー、と皆さんの目につくような広報誌だとかにも情報を載せています ただこちら人気中に十分に伝わったとは思えていないのでこれからもどんどん発信していきたいと思って情報を受発信ができるような会社を立ち上げることにしました将来的には鹿島の皆さんが頼ってくれるようなメディアを展開していけたらいいなと思っています今当たり前である魅力そしてこれから生まれる新しい魅力を伝え続けることで魅力が課題に立つそんな未来を目指しています 次に道草プロジェクトについてです。こちらも実は活動期間内に聞いてきた言葉です。こういうことしてみたい。こんな人とこんなもの作ってみたい。ふらっと集まれる場所が欲しい。交流できる場所があったらいいな。そんな声が聞こえる。これ特にえっと女性の若い方とかがえ話してくれたことなんですが。 こういう言葉が生まれるということは何かしたいっていう挑戦の欲がある方たちがたくさん鹿島にいるということだと思っています。これってとてももったいないなと思って、じゃあ私が作りますということで、えー、立ち上げることにしました。鹿島神宮にほど近いところにある空き店舗があります。こちら写真、元写真館なんですが、こちらを改装して、えー コミュニティスペース、コーワーキングスペースの制作をこれから行っていきます。もちろん運営だけではなくて、小さなやりたいが実現できるよう、様々な場づくりのサポートをしていきたいと思っています。小さなやりたいにチャレンジできる場所、道草という名前を付けました。こちらは、えー、来年の春予定、春オープン予定となっています。皆様ぜひご協力よろしくお願いします。 以上で私のプレゼンを終わりたいと思います魅力が課題を超える日を目指して鹿島でチャレンジを続けていきたいと思いますえ随時えっ、ー、と情報の方はですね鹿島市の協力隊の方ではなくて私のツイッターの方で紹介させていただきたいと思っていますありがとうございましたはい、ありがとうございます素晴らしいあのめちゃめちゃプレゼン資料を見やすいですしはい、面白かったです はい、ではぜひですね、あの今日のはいコメントしたの皆さん、そしてこのプレゼンテーターの皆さん、あのご質問があればあと三分ほどになりますがいかがでしょうか。あの一発目ありがとうございました。あの佐藤野馬大学で一緒に学んでいたので、えっ、ー、と佐藤野馬大学の中でやってたプロジェクトについては何度も聞いたことがあったんですけれども、協力隊の活動として情報発信をこれだけやられてきて、鹿島エルメシとかあの広域連携の協力隊同士の連携プロジェクトとか。 をした上でさらに企業,企業というか拠点も持たれて演出家として場の運営新しいこう道草というスペースを作られていくんだということを聞いてなんかすごくびっくりしましたこれだけのことを3年間でやられていたんだなというのをですね <laughs> あの一番最初にあったのはあの協力隊の研修だったのでその時にな何をしていいかわからないですっていう不安の声しかなかった。 あの時からたった三年でここまで、あの。なんだろうな、前に進んで来られたの、本当に素晴らしいなと思って。はい。あの、と、ちょっと鳥肌が立つ思いで聞かせていただきました。はい。いコメントだけです。ありがとうございました。<laughs> ありがとうございます。はい。はい。他にいかがでしょうか。ご質問とか、まあ、感想の程度も全然大丈夫ですが。 あせっかくなんで僕もいいですかはいいいお願ししまます岡本さんあ,ありがとうございました発表僕,あ僕は斎藤さんとかちょっとあんまりこう初めてちょっとあの佐藤さんの、えー、と発表を聞かせてもらってあ僕も斎藤さんと同じ印象で結構いろんなことやれてたんだなって思ったんですけどちなみに今後道草を作られるってことだったんですけどそこに何か、はい、あのいらっしゃるんですか基本はうそうですね基本的にはそこをエニシカっていう方の会社の事務所も兼かねて。 使っってていいければなと思っています、うん、そこに行けば私に入るよみたいな, <laughs> なるほど感じにはなります。その方がいいですよね。なんかみんな話したりとかしたい人がそこにこう集まってきて、そこからあの情報発信もしていくみたいな交流と。はい。ありがとうございます。ありがとうございます。はい他。いかがですか私もいいですかあはい。しお願いします <laughs> いやありがとうございました。 すごいなんか一生懸命自分のこうなんか気持ちをなんかこうあの振り返りながらたくさんプロジェクト出てきて頑張りがすごく見えた。ではすごくわかりやすい発表だったのですごく気持ちがこう乗っかって <laughs> 見ることができました。<laughs> 私もなんか情報発信すごく迷ったじなのですごく良かったなと思うんですけど、あのなんかすごく魅力、認識してない魅力、特に人があの、認識してない魅力がたくさんあるっていうことで、あの ちなみになんか皆さんが思う、にこれがなんかもったいないなって思う魅力とかって鹿島にありますかあ結構いろいろあって、なんかこう、あの私が取り組んでた海の話とかにすると、多分海って、えっと他の地域からしたら、砂浜であること自体が魅力だったりするんですね。 あのうちの地域は崖しかないよとか <laughs> そういうところもあるからにしかもその海までその湖側の人も海まで10分とか15分ぐらいでつけてそれこそ日の出の時初日の出の時とかにさらっと集まれる場所だったりするっていうそういうなんかこう近さとかあのまあげればたくさん海だけでもいろいろあるんですけどそういう そうですねなんか地域に住んでると当たり前になっちゃう魅力ってすごいたくさんありますね。うん、そうですよね。ありがとうございます。なんか、よそ者ならではですよね。なんか、私を見てすごくいいって思うものもう、うん、でも、もう私も卒業してすごく時間が経つので、もう私もよそ者じゃないので、ちょっと効力が。<laughs> <laughs> よそ者ならではの説得力な気がします。なんか、今 を大事にして、ちょっと発信し続けてほしいなと思いました。ありがとうございます。はい、いますはい、ありがとうございます。はい、ちょうどお時間になりましたので、えー、鹿島市の佐藤祐奈さんの発表以上にしたいなと思います。ありがとうございます。ありがとうございます、はい。では、あの、雰囲気がすごい整ってきたという形になりますので、はい、第2組ですね、あの、プレゼンテーターは桜川市の大川奈々さんになります。よろしくお願いします。 えではえと1月末まで桜川市地域おこし協力隊でした大川七と言います、えー、この今日はあの協力隊の方とか協力隊ってどんなんだろうな,なってみたいなとかっていう方がご視聴されているということなんで私の経験を踏まえてこの3年間を振り返ったお話をしたいと思います。えっと、協力隊って皆さんいいろんな思いで その地域を選び、または選ばれて、その地域がやっぱり元気になるようにという思いで、1年また1年ということで3年間過ごすんですが、その3年間本当に長いようで短いです。この間に何が残せるか、あるいはえっ、ー、とまあ、年金人気を終了した後にそこでか稼ぎ口を見つけて本当に住まえるのかっていうのはすごく不安だと思うんです。けれども、えー、それを。 私の経験をを基づいいいて、えー、回答を最後にしたいと思います、えっと、私はですね2016年に、えー、このように「桜と共に生きる」という人生のテーマを掲げていましたので、えっと、桜側にご縁をいただきまして、えー、こちらにやってきました桜側は「この山桜がとても綺麗なところです」と聞いていたんですが確かにそうです。 それもそうなんですが私にとってはこの三つ農業里山の風景そして素朴な人々、えー、これが桜川の魅力だなというふうに思いました、えっと、もう桜がとにかく好きだったんでいろんな桜のところを見て歩きました、えー、素晴らしいところがたくさんありますなので最後に卒業制作としてこの桜巡りマップというのを作りました。 えっと、今拠点にしているいちご一会さんに来ていただければ差し上げることができるので取りに来てください。はい、でこれは最後の、えっと、大泉というところなんですけど最後の画面大泉というところなんですけれども、えー、ここはとてもきれいな小高い丘で大泉桜ガーデンヒルズと勝手に名前をつけて、えー、企画書を書きました、えー、それで地域おこし協力隊ビジネスアワードにも、えー、応募しまして、えー、採択されました。 えー、これはあの私はこうグローバルな企業で働いていたので大きなことを考えるんですねこうなったらいいここは素晴らしいこんなことができるんだっていう企画書にして、えー、書いたんですで、まあ、採択されたからには何かやらなきゃいけないということで、えー、サイクリングをしたりい,いろんなこう畑を作ったりとか、えー、企画しましたでこれは、えー、山桜の花でいろんなものも作りました。 ところがですね、なんか地域の方たちがこう盛り上がってこないんですね。なんか私が一人で楽しんでるっていう感じで、なんか変だなと、まあ2年目にちょっと、うん、違和感がありまして、えっ、ー、とこの総務省の管轄の、えー、地域リーダー養成塾というところに行くことにしました。やっぱりわからないときは学ぶしかありません、えー。そこでいろんなことを学ぶんですけれども、頭、え、脳、ー、ゼミで え、こういった地域サポート人材の活動プロセスというものを学びましたこのベースには生活支援活動が必要なんだとそしてコミュニティ支援をして最後に価値創造活動をするえ、私の場合はですね、最初から価値創造活動をしていたんですねこんな大きなことができるよだからみんなもやろうよって思ったんですが後ろを振り返ったら誰もいないっていうような状態でしたあ、そうなのかと でもうそれで三年目がやってきていやこれからどうしたらいいんだろうって言った時に里野場大学を受講することができてこれは茨城県の地域コーディネーター育成プログラムにのっとった授業でしたそこではですねマイプロジェクトっていうのをね初めて聞いたんですがこれを学びました自分の内在する B の肩書きをとことん考えてその自分が 欲しい未来、えー、これを探し出す。その、えー、プロジェクトを作り出して、それが地域の課題と合致したところから授業にしていくんだよっていう流れになるんですね。えー、これだと、えー、じゃあ私、何ができるかなと思って、えー、岩瀬駅って JR の、うんまあ 桜川の玄関口があるんですがそこがなんか寂しいので区長さんたちに声をかけてこのようなあのみんなで楽しくするプロジェクトを立ち上げましたこれは月に1回今でも清掃活動とかいろんな課題を見つけて改善していくようにしていますそれから筑波大生の方たち桜人の人たちと一緒になって桜が盛り上げることを考えています。 そこで3つの C というのを、えーまあ、思いついたっていうかこれが地域おこしには必要だなっていうことでコミュニティ力コーディネート力そして伝える力コミュニケーションですねこれが、えー、と必要なんだということで、えー、考えたんですがやはりうなさんも言ってたけどもやっぱり拠点がないとなかなかうまくいかないわけです。でもう後半、あと数ヶ月にになってきた時に、えーいや 行政の方から地域そういう場所も与えてもらってないしどうしたらいいかなって考えていた時に今今日この配信しているところがそうなんですけれども一 h 一五さんという地元の工務店さんが古民家をリノベーションした場,場所をお母さん使ってもいいよということで、えー、お話をいただきました、えー、そこが、えー、と平日は閉まっていたんですが月から木、えー、カフェ コミュニティカフェとしてサンドイッチをお作りして皆さんにお出ししています、えー、そしてここが多種多様な人々が集まって夢に向かってチャレンジできる街の拠点となるようなところを、えー、私として作っていきたいと思っています。 そのために桜くらボ桜のラボラトリーということで桜くボという屋号にしまして、まあ、今は個人事業主ですが将来的には一般社団とかにしていきたいと思っていますこういったことで桜側の資源と外からのニーズをマッチするコーディネートするそういう役割をやっていきたいと思っています最後に私のこれは答えです一生懸命働いていてたら 誰かが見ていてくれるんですね。そして必要なものが与えられる、えー。本当にこの自分が選んだ地域で感謝の気持ちで働いていたらきっと、えー、定住もできるし、いい仕事ができるようになると思います。えー、私はこれからさや桜母として活動してまいります。はい、ご清聴ありがとうございました。はい、岡ささん、ありがとうございます。<laughs> 最後のロゴもすごい可愛いですね。 いはいあはいこれ考えていただきました、はい、じゃあここからあの5分間ほどの質疑応答となりますがいかがでしょうかなんかコメントとか感想とかもうちょっと聞きたいとかありましたらぜひお願いいたします、うん、じゃあちょっと僕から最初聞いていいですか今の、はい、デザインとかロゴってっそ新しい協力者だと思うんですけどどういった方にお願いしてるんですか、はい はいえー、とこの桜めぐりマップとか、えー、と桜川ソープを作ってくれている野中さんという方なんですが筑波、えー、の方です、うん、あのちょっと残念ながら桜川にいなか,いなかったとかもうこれはご縁の問題だと思うんですけどもこの優ししいいいテイストが好きでお願いしています,うんいすぐに野、ね、中さんが活動してるからこそ一緒にやれる接点が生まれたんだろうなって思いました。はいはい うん、ありがとうございます。はい、では、ほに。どうでしょうか?。僕もコメントいいですか?はい。斉藤さん。はい。あの、あ<ー>ゆうなさんも、ななさんも、さずのば大学で、ご一緒しているので。<laughs> もう、あの、質問というよりは、コメントになってしまうんです。けれども。<笑><笑>あの、半年前にも、さずのば大学で、発表していただいたんですけれども。はい、その時の発表と比べて。ものすごく、ストーリーがわかりやすくなったなと思って。ちょっと感動しました。ありがとうございます。あの。 3年間のやってみた上でうまくいかなくってそこから学び直しをされて軌道修正をして今を作っているっていうストーリーはこれ絶対あの総務省のビジコンの,あのチームとかにもう一回報告した方がいいなと思うぐらいあの素晴らしいあの協力隊としてのこうロールモデルのような歩み方だなと思って。 はい、あの奈々さんの学び直し力とでも言うんでしょうかね。あの、そそこがあの本当に素晴らしいなと思ってお話を聞かせていただきました。ありがとうございました。ありがとうございます。はい、ここに岡本さん、さいはい、お願いします。岡さんありがとうございました。えっと。 3年間あの里山の時に、里山ホテルのときに最初にお会いし,会いして、3年間こんな活動されてたんだなっていうのを改めて僕も知ることができて、とても良かったです。特に良かったなと、やっぱりその、えっと、価値創造活動を最初やってしまってみたいな、この失敗談話されていたのが、はい、まあ今、多分見てる方で、新しく、今後、協力隊やるとか、1年目とかの方はいらっしゃる中で、本当にあの参考になるというか <laughs>、勉強になる。 話だなと思ってて聞いてましたであとその1枚一期一会であのなんかお料理出されてるてことこだったの他になんかどんなメニュー出されてるのかだけちょっと教えてほしいなと思いましたはいえっとサンドイッチはですねなんと3種類入ったトリオそれから2種類入ったデュオそしてまああ,のあとはフルーツサンドですとか、えー、っとあとくるみサンドですねこれ全部オリジナルで考えて<ー>えっと実は私が作ってるというよりも久保、うん、ちゃんっていう人が東京から、はい くれて、で、えー、では作っています。あの、さく、桜サンドって。していきます。あ、いいですね。ありがとうございます。なんか、デザインもさっき見せていただきまして、本当綺麗だし、なんかすごく素敵な古民家も場所だなと思ったんで。はい。引き続き頑張ってください。ありがとうございます。ありがとうございます。出ますおは,さんはい。 あと、一分少々ですが、他にいかがですかこの、プレゼンテーターの皆さんでもいいですし。結構、あの、チャット欄にもですね、やっぱりこう、C、3つの C いいですねとかですね、美味しそうとかいうコメントがたくさん来てます。はい。なんか今、僕もコメント書いたんですけど、さっきのデザインもそうなんですが、その、3つの C にまとめるとか、その、 ねえっと、カフェのデュオとかですねあのメニュー名もさっきのデザイナーの皆さんと考えてるんですかそれともそれはどうだか他にブレーンがいらっしゃるんですかはい、えっと、メニューとかはその久保ちゃんと主人と3人で考えました、うん、で主人が音楽が好きなんで、えっと、ジャズ風に行こうとコンロ4つだと <laughs> な何だっけクワトロだけじゃ <laughs> カルテットカルテットはいとかいろいろ はい。考えてますあ。いいですね。なんかそのね、ご夫婦でやりたい夢に向かって、こう、ね、自分がつけたい名前とか実現したい形を、なんかやってらっしゃるとか、本当にそういったネーミングとかにも現れてるな、っていうのも聞いて思いました。ありがとうございます。はい。はい。では、お時間になりましたので、桜川市の大川さん、ありがとうございます。どうもありがとうございました。はい。ぜひはね、あのー、まあ今、コロナの 状況もありますがあの、感染症対策もされていると思いますので、えー、時期を見て皆さんで伺ってみたいなと思います。では、えー、2組目が終わりましたので、3組目になります。はい、3組目は、常陸大宮市の松原幸さんになります。はい、こんにちは。よろしくお願いいたします。常、え、陸、ー、大宮市地域おこし協力隊の松原幸といいます。えっと、私は現在ですね、えー、地域おこし協力隊として森林の活用と イイノシシ寮をメインの活動としていますでその傍らプライベートでは妻のエリちゃんとともに、えー、自宅を改修して、まあ、暮らしのおすそ分けができるような空間を作っています、えー、自宅でもあり、えーまあ、コミュニティスペースでもありマッサージサロンでもあり、まあ、庭キャンプ場でもあります今日はちょっとあの協力隊の活動というよりかはプライベートの活動をご紹介します その屋号がですね、おへそと言います。オーナーのエリちゃんが名付けました。今日はオーナーに代わって、広報、経理、営業、ホームページ、SNS 運営、畑仕事、裏山管理などなどを担当している私がおへそを紹介していきます。その場合にですね、簡単に自己紹介をいたします。 先ほど地域おこし協力隊の活動として森林の活用とイノシシ漁がメインと申しましたが具体的には干ばつ体験会の実施だったり木材生産イノシシの捕獲解体飼料体験イベントの実施などをこれまでやってきました出身は東京都八王子市ですエリちゃんと猫2匹で常陸お宮市 旧小川村とといいいうところに住ままを構えていますさて、先ほど出てきたおへそです。こんな感じで、ここをより開かれた場所にするために、改修ワークショップなどを今まで行ってきました。こういう山あいに住みながら、おへそ運営をしています。 おへそのコンセプトはですね、自らの力で自分自身の価値を感じられ、本来のまっさらな自分に戻ることのできる場所としています。いろんな世代の人がそれぞれに役割を担って、頼り、頼られながら、自分なりのおへそイコール人生の軸っていうのも、 見つけててていいいいいってほしいという願いも込められています私自身なんですけど茨城に来る前は東京に住んでましてその住みながら田舎暮らしのヒントを求めて各地を訪ね回っていた経験があります地方ならではのキーワードをネットで検索して興味深いイベントやワークショップがあれば参加してその土地の方と交流を深めていったんですね でその経験っていうのがすごく楽しくて本当に貴重で,で今でも人生に影響を与えた時間であると感じていますなので今度は私自身がそういう価値観や自分自身の軸を大切にできる環境を作っていきたいなと感じていますでターゲットとしては、まあ、かつての自分のように 都会も好きだけどでも田舎暮らしも気になるからちょっとつまみ食いしてみたいというような欲張りで極端に振り切っていないバランス感覚のある人が来てくれるといいなと思っております。で来るものを拒まず去る者を追わずの精神で巻き込んでいきたいです。まあ、でもそのためにまず私たち夫婦ができることをコツコツやっていこうと、まあ、そういう思いで少しずつおへそを始めています。 でここからはおへそを取り巻く人々を少しお話しいたします。運営開始前から協力してもらっている大工の沼尻健二さんです。健さんとは一緒に、えー、自宅の改修ワークショップを行いました。えー、健さんは大工でもあるんですが、速読の講師ができたり、キャンプにもハマっています。おへそにウッドデッキを作りたいと提案してくれて、本当に作ってくれたりもします。 あのこっちは頼んでないんですけど、自ら作ってくれたということですね。で、おへそを自分の遊び場にしたいと言ってたのですが、まあ、ウッドデッキにテントを張って一晩明かしたりと、本当に遊び場にしていってしまってます。はい、そんなケンさんなんですが、龍ヶ崎市で会社をやっています。新築リフォームのご用命は、ぜひ株式会社ファインディーまでお願いいたします。えー、続きまして、 お世話になっている近所の方に、そば道場を営んでいる長島道行さんがいます。長島,長島さんには自宅回収ワークショップでお昼ご飯を担当していただいたこともあります。そんな長島さんですが、私たち夫婦の活動を見て、こんなことを言ってくれました。松原さんたちのような若い人が地域でできることをやっていってほしい、でそして地域に住む30代、40代にも何かできるかもしれないという思いを、 共有できる環境を作っていってほしい。そしたら、この集落ももっと楽しくなるんじゃないかな。とても嬉しいお言葉をいただきました。そんな言葉を聞いたらですね、だんだんと欲が出てきまして、まあ、おへそを気に入ってくれる人も徐々に増えてきています。人が来てくれると、できることも増えていくなと感じているところです。もっといろんな人におへそを知っていただきたい。今日、 ご視聴していただいている皆さんにも、ぜひおへそに遊びに来ていただきたいです。ただ、急に来てくださいと言っても、尋ねづらいと思うので、イベントワークショップ情報を共有しておきます。おへその茶わかしと題して、シリーズ化して定期的に催し物をやっていきます。第1回目の健さんによる速読体験会は終了したんですけど、第2回目は、 第5町地域おこし協力隊の小松さんによるマインドボディヒーリング。で第3回は、一応、イノシシ解体ワークショップを行う予定でございます。ご興味ある方は、ぜひお問い合わせください。小さく、そして少しずつ手を動かし続けることをモットーにやっていきますので、応援よろしくお願いします。以上、おへその松原こうでした。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。 さすが、プレゼンナリストの皆様も7分ちょうどで終われてですね、さすがだなって思いました。<laughs> <laughs> はい、ありがとうございます。いや、本当になんかね、背景の景色とね、あのー、すごい伝わる、なりだったかなと思います。はい、では、あのー、質疑応答、あの、コメント、感想をぜひお願いしたいなと思いますが、どうでしょうか質疑何かございますか皆さん。どうでしょうお、与ザわさんあります <laughs> 近くでね。活動していた小沢さんから聞こうかな。山に住んでるものですので。はい。はい。なんかあの質問で感想でもいいですかうん、うん？もちろん、いやなんかすごくなんか。松原さんのこう話してる？雰囲気とその今やってることのコンセプトだったりがすごくぴったりだなっていうものがあって、<laughs> <laughs> なんか自己分析を重ねて自分に合う。それで自分の価値をこう。 みんなにどういうふうに良い影響を与えるかってすごくこうなんか自分を分かって周りにどういうふうに、ね、あの作用するかってすごい考えられてるなって勝手に思ってたんですけどあのすごいなってやっぱり思ったのがその大工さんとかそば打ち職人さんとかも地域の人からすごく期待されてるっていうことがやっぱ地域おこし協力隊すごくそこが難しいところだと思うのでそれがすごく素晴らしいなって思いますし。 本当にイノシシ解体ワークショップもう本当に今の問題ですので、ぜひみんな小ちっちゃい子とか、ね、あの若い女性まで全なんか皆さんにこう必,修必修にしてほしいですよね。切 <laughs> <laughs> 実ですよね。です、はい、素晴らしいと思います。私もぜひ、まあ、リンゴ関係ないかもしれないですけど遊びに行きたいと思いましたありがとうございます。<laughs> <laughs> リンゴ販売してください。おへそですいません。<laughs> <laughs> <laughs> 私もちょっと一言じゃコメントなんですけども、はい、こうさんの言語化がすごい進んでるなと思って、言葉が腑に落ちて話されている感じをすごく受けました。うん、ありがとうございます。うん、なんか、あと、あの愛のある他コ紹介、いいですね、うん <laughs> うん。すごい愛を感じます、こう <laughs> さんの地域の人たちに対する愛を感じるし、 あの地域の人たちからこういうフィードバックを受けましたこういう声をかけてもらいましたっていうのはあの他の地域おこし協力隊の方が成果発表会をする時にもすごく参考になるなと思うんですよね我々協力隊の活動はなかなかこう数値化しにくかったり数字だけで見た時にはすごい活動に見えないことも、うん、一つ一つの声をちゃんと丁寧に拾って伝わる形でこういうプレゼンを作っていただくと役場の方とかね皆さんの周りの方も あよう頑張ったなっていうふうに声をかけてあげやすくなるんじゃないかなと思って。あのその意味ですごくお手本になるプレゼンだったと思います。ありがとうございました。ありがとうございます。あの、はい、松原さん今チャットにですね。あのおへそのイベント情報はどこで発信していますかってあるんですが。はい、<laughs> そ,うそうですよね。ウェブがあるのかとか。S. N. S. あるのかとか、この辺どうでしょうか。 あの今、現状だと僕の個人のフェイスブックでイベント情報を出してるんですけど、今、絶賛のホームページを作っている途中なので、できたら皆様にご紹介しようと思ってますいつ頃公開予定ですか。えー、いやもう今月中にはちょっと出そうかなと思ってるので、はい頑張ります行ってみたい方は、とりあえず松原康さんのフェイスブックを見たらいいわけですね。そうですね,ですねはい、はい あと1分ほどありますが他に皆さんどうですかこれ聞いてみたいとか同じ立場で見てここ気になったとかあ1個じゃあ僕から質問いいですかまあ松原さんってご,ご夫婦で協力隊、ね、やられてたじゃないですか。はい。えり、まあ、さんと今後そのおき性を使ってやると思うんですが今後の,その夢というか。はい どういう形で、はい、夫婦でこう地域で考えているのかちょっとだけ教えてもらっていいですかそうですね、まあ、僕,僕が本当に描いている意味では今、僕が住んでいる地域って人口が、まあ、地区でいうと97人ぐらいしかいないので、まあ、15年したらちょっと人がどんどん減っていくなというふうに考えているんですけど、まあ、できれば一緒になんか仕事とか暮らしをやってくれる人が少しずつ増えてくれるといいなと思っておりますありがとうございます。 あの今日も参加者にこれから日立オーミの協力隊になりますっていうですね方も聞いてますので<あ>ぜひあのコメントあ,、はい、あのコメントしてもらえたらいいかなと思います <laughs> はいでは以上あの日立オーの松原幸さんのプレゼンでしたありがとうございます <laughs> はいやってますはいあのすごい素敵なこの三人まであの里のバ生という形でまあ協力隊を、ね、卒業して今後各々の道に向かっていくという三組でしたはい。 では、えー、最後のプレゼンテーター4組目のプレゼンテーターになります。お待たせしました。えー、中市から入江さんと矢子さんになります。ご準備よろしいでしょうか音声を持っておきますか、はいはい、大丈夫です。えっと、私たち、えっと、前半私がお話しして後半は入江さんがお話しする形でいきたいと思います。よろしくお願いします。えっと、私たちは1月に月に1回満月の日にだけ作られる干し芋という古め干し芋を、えっと、販売いたしました。 今回は、えっと、そのストーリーをお話ししたいと思います。よろしくお願いします。はい、で本日の、えっと、プレゼンの主要トピックスなんですけれども、えっと、中市京子協力隊について、フルム星も作った理由で、生産者さんとの交流と、完売までのストーリー、あとそれからお客様からいただいた反響と、今後の取り組みについて、6本立てでお話ししたいと思います。えっと、まず、私たちの 紹介なんですけれども私たちは2020年の4月に中市の地域おこし協力隊の一期生として入って2人で活動しております。入江さんは農業部門の、えー、とアグリビジネス活性化。で私は公園活性化する、えー、とパークビジネス活性化プロジェクトというプロジェクトで、えー、と2人で今活動しております。で私たちがなぜ教えに着目したかなんですけれども。 私たち2人とも農業と公園で活動はえっとバラバラで2人ともすごくあのそれなりに忙しくしてるんですけれども確か入江さんが私においしい干し芋があるよってなんか <laughs> 持ってきてくれてそれを2人で食べて「うんまなんだこれ」みたいになったのが最初の始まりで本当にそのおいしさに感動してこれはちょっと県外の人にも食べてもらわないともったいないっていうところから始まりました。 どうやって欲しのを売っていこうかというときに、まず欲しいもの流通事情を、えっと、2人で調べてみました。3組ほど、えっと、調べてみたんですけれども、まず1つが、えっと、家族経営の農家さん、近所や親戚、リピーターからの予約注文でもほとんどなくなっちゃって市場には出回らないという感じの農家さんで。2つ目がパートさんを雇って比較的大きく展開する農家さん。 こちらの農家さんは予約注文にプラスして、ポケマルとか楽天市場などの EC サイトで販売されていて、本当に奇跡的に残れば直売所に行くっていう農家さんですね。で、3つ目が大規模に展開している商店さんですね。私たちが食べていた多分県内、茨城県の外で売ってるスーパーとか、都内の,の県内の直売所で販売されています。11月から出回っている 1>, 1年前の冷凍品の商品は商店さんが販売されているところが多いですね。東京なんかのコンビニで売っている干し芋もこういう商店さんが作られていることが多いということが分かりました。で、次、届けたいし、これは届くなと思った上で、どうやって干し芋を作っているんだろうっていうところをちょっと調べに行きまして。 農家さんのところにお手伝いしに行かせていただいたりっ、えー、と日立中市の市役所で星し芋の歴史店っていうパネル店をやっていましてそれを見て,見てきました。そうすると、まあ、だいたい昭和60年から星し作り方が変わっていなくて手間暇がすごいかかるんですけれどもすごい繊細な作業で機械で作るのは難しいということが分かりました。 で2つ目、販売価格の基準が暗黙の了解で決まっているということなんですけれども、すごく労力がかかっている割に、もう、まああの、直売所ではこの値段だよねっていうのが、大体同じ値段で出てるっていうのがありました。 で3つ目が綺麗な黄金色を出すための果てしない努力っていうのがあるんですけれどもあの、本当に農家さん努力されていて、蒸し時間とか皮をめくる時間とかその厚さを全て計算して、私たちが食べているあの干し芋になっていますというのを、えっと、知ることができました。えっとそこで ここまで知った上で私たちがどうやって売り出すかっていうのを考えたんですけれどもまず丸物屋さんという家族経営されている農家さんの干し芋をプロデュースさせていただくっていう形を取りましたでまず一番右側の食べやすさジューシーということで、えっと、干し芋は無添加で甘いっていうもう女性が大好きなワードが詰まった食べ物だなっていうのを思いましたで今度左側に行くんですけど月の満ち欠けが好きっていうのが えと私と入江さんの共通していることであの女性は特に月のリズムで体調に変化があるのですごい詳しかったり最近はもう女性誌で月に関する特集がもう必ず組まれていてあのあと化粧品のプロデュースなんかも月の満ち欠けでされてたりするのでもう市民権は得てるかなというのがありました。で最後真んん中なんですけれども あのオンリーワンのものとして商品に物語をつけたかったっていうのが私たちにありまして満月の日に生まれた星もは神秘的ということで、まあ、最近星,あの星もに限らずストーリーのある商品を消費者の人が求めているなっていうのを思っていたので、えー、と特別感のあるものとして商品にストーリーをつけましたでパッケージデザインなんですけれども、えー、とこの私たちが伝えたかった 満月っていうことだったり星し芋を作る大変さっていうストーリーを、えー、となるべく届くように、えー、とデザインさせていただきましたこの右側にあるのがの左上のデザインが星し芋に貼った、えー、とフルムーンっていうパッケージシールなんですけれどもその下にあるのが、えー、と今回私と入江さんが消費者の方に届けたかったこの星し芋の、えー、メッセージになります。 えっと、これをちょっとパッケージデザインとテキストを重視して作らせてもらいました。ここからさんにパスしますはい私の方でえっで、と、販売と PR の方法っていうのを担当させてもらいました。主に今回、販売は ET、えーうん、サイトを使いましてあとはあの PR はすべて SNS で発信しました。 SNS では、えー、インスタグラムとフェイスブックを自分のものとあと公式のものを使い分けて、えー、と適,適宜ストーリーズでも定期的にシェアをして盛り上げました。 でそのおかげで、えっと、限定、今回、50袋しかちょっと作れなかったんですけれども、50袋が完売、おかげさまで完売しまして、えー、SNS と EC サイトの,あの相性の良さっていうのを実感しましたで。マスコミに本当はリリースしたかったんですけれども、その前に、事前予約制でちょっと完売してしまったっていうところで、ちょっとそこら辺がちょっともうちょっとあの段取りよくできたらよかったなっていう、ちょっと反省しているところです。 はい、あとあの、買っていただいた方が20名いらっしゃいまして、その方に、えー、と Google フォームを使ってアンケート依頼しまして、11名から回答があったので、感想等をご,ご説明させていただきます。まず、圧倒的に女性が8割、で年代としましては、まあ、私が30代とか、お子さんも20代ということもあって、若年層の30代からが6割のご購入,ご購入でした。 はいでまあ、一番今回、やこさんがデザインしていただいた、えっと、パッケージにすごい力入れてたので、それに対して5段階の評価で、えっと、どういうふうに評価するかっていうのを聞いたところ、えーまあ、まず特別感があるかどうかっていうところで、当てはまるとやや当てはまるを含めて、えー、全体であの100%の方があのほぼあの満足感を得ていただいたのかなと思います。あと、人に勧めたくなるかっていうところも、当てはまる、やや当てはまるで100%になりました。 干し芋と満月のイメージが重なったっていうのはこれはあのなかなかないあの市場には出てないものだったのであの何とも言えないというところもあったんですけれどもほとんどの方が当てはまるやや当てはまるで9割ぐらいの方がいい評価をいただきました、はい、あとお客様の声でもパッケージがとてもかわいいですとかコンセプトが素敵でいろんな人にプレゼントしたくなりました。 あとあの、お子様がいらっしゃる方でしたら、3歳の娘もペロッと食べてしまったですとか、えー、満月の日に作られたの欲しいもの、まあ、パワーで体に取り入れられるのが、すごい幸せな気分になりましたっていうお声もいただいております。はい で最後にあの今後の取り組みとして新商品を販売するんですけれどもあのパティシエさんとマルモ農園さんがコラボしたものを私たちがプロデュースさせてもらってあの冒頭にお伝えしたようにあの食べやすいというので手がべたつかずに食べやすくヘルシーで今までにないそして何よりおいしいというものを今考えているところです。具体的には今月末に中市でマルシェをするのでその時にあの先行して中市の方に教えて、ー。 お披露目するあとは引き続き EC サイトで一般発売もする予定ですのでぜひ注目していただけると嬉しいですありがとうございますありがとうございましたはい、ありがとうございますいや素晴らしいの一言につける <laughs> プレゼンだったかなと思いますこれ多分質問がめちゃめちゃ出ちゃうと思いますがどうでしょうか気になったポイントとか多分たくさん聞きたいことあると思いますがまたかありますかフルム欲しいイ食べたいと思っていて ページに行ったんですけど売り切れなんですね。次次はいつ販売してくれるんですか。次はあの次シーズンの満月の日なので12月の満月の <laughs> そんな先なんですね。満月が月に1回しかないのでそう,そ,うそうなんです。貴重物ですね。次回は次回はどのぐらい製造してみるとかで考えなんかイメージありますか。 もう計画ありますか。ですね。丸本さんとも相談なんですけれども、うん、今回五十袋が全然足りなかったっていうところもあったので、あの百とかもうちょっと倍ぐらい目指してしていければいいなっていうふうに思ってます。うんなるほど。こういうなんかプロデュースの仕事をしていきたいっていう感じなんですか。それともこの星もなんとか自分たちでこうストーリーを作って。 あのデザインしててみたたかかったっていうことなんですかやりお二人のやりたいはどの辺にあるんですかうーん私たち自身がその干し芋を食べてあのまず感動したっていうところもあるんですけどその美味しさっていうのが県内とかほぼ関係者であの食べられて終わっちゃうっていうところが悲しいなと思ったのでその干し芋の魅力をあのパッケージとか少し変えることであのいろんな人に伝えたいなっていう純粋な思いがまずあります。 伝わったので、伝わったので食べたくなったから食べ、なんかね、なんかもうちょっと量ができたらすごく嬉しいなと思って、実はたまたまなんですけど、今日おやつに茨城の星を持ってきてるんですよ。っていうぐらい、僕も日常的に食べてるので、ぜひ、次、販売されたら、情報ください。ありがとうございますいかがでしょうか。 聞いいてみたいこととかかあります岡松さんとか、ね、多分ん中市の協力隊とは近しい存在だと思いますが、何か質問とかあ,あはい、お疲れ様です,すみません。なんか僕は毎月聞いてるから、あの状況は <laughs> あの比較的把握してるんですけれども、なので、まあ、今回、あの EC とやってみて。 販売してみてみパッケージとかもやこさんがデザインして作ってくれたストーリーとか紹介文作ってくれてなんかうまく2人のこう連携あお互いのスキルっていうか連携しながらなんかやれてることがすごく僕はいいことだなと感じておりますで多分ん干し芋のシーズン的にもう芋が多分ないしあと来年にならないとその寒い時しか作れないってちょっと干し芋はそういうところがあるのでまあちょっと今回でも一回試作っていうか。

あのあじゃあ最後、僕、一つだけあのご質問なんですけど、やっぱり今回、その EC サイトとか SN、SNS うまく使ってらっしゃるじゃないですか、それって、もともとお二人が結構そういったことをやってきたのか、けどこれ、やんなきゃいけないと思って学び始めたのって、どっちがですか、そのサイト、もともとできたのかとか。サイトは初めてやりましたうーん、はい ただ,そのなんだろう地域おこし協力隊で活動する中でやっぱり EC サイトであの野菜売るとか,なんか独自の個性みたいなの出して売,り売らないといけないだろうなっていうふうには思ってたのでちょっとこっち協力隊になってからあの EC サイトの勉強したりとかしましたね。はい SNS は私も親御さんももう協力隊になる前からあの使ってたりはしたのでただなんか個人で使うのとあの発信のために使うのってまた全然手法が違うのでそこはかなりいろんなあの情報発信がすごい上手な方とか見ながら2人で勉強して進めました。はい 素晴らしいですね。本当に、あの、この,ままこの後ですね、あの、20分ほど、えー今日、今回の、あの、応援のバアドバイザーからフィードバックいただくんですが、あの、お二人は2年目ですよね。<laughs> むしろ1年ちょっとぐらい。ちょっと 1>, 1年目から。ね、そうですよね。1年ちょっとで、ね、ね、販売し、デザインして EC サイトを作って、なんか検証している事例って僕あんまり聞いたことがなくて、<laughs> いや、単純にすごいなって思ったので、なんかこのあたりもこの後、その、まあ、ね、お二人の今後の、 あの、あり方とか、今日、あの、配信聞いてる方も、逆になんで中市そこまでできたんだろうとか、っていうのもすごい気になると思いますので、この後のフィードバックタイムにその辺も踏まえて、あの、コメンテーターの皆さんに、え少し、えアドバイスを、アドバイスいただきたいかなと思ってます。はい。では、ここからですね、あまずは、あの、4組の皆さん、あの、プレゼン本当にありがとうございました。お疲れ様でした。はい。どのプレゼン資料も本当見やすくて、わかりやすかったかなと思ってました。 あの、このあたりの感想は、今日組のですね、あの、応援のアドバイザーの皆さんもいると思いますので、ここから、あの、まあ、全体に対してもいいですし、あの、ここのプロジェクトに対して、えと、ー、アドバイスをしたいという形になりますので、ちょっと、えー、3人とで少し、えー、クロストークをしていきたいと思っております。じゃあ、まずですね、あの、まあ、協力の研修を、やっぱりこう3年間してですね、里野場大学の方もやれている斎藤さんの方から、あの、まず全体に対してとかコメントとか感想から、まずはいただいてもよろしいでしょうか。はい。 えっとすごいですね。<laughs> びっくりしました。<laughs> えっと地域おこし協力隊のなんか成果発表会ってこの時期すごくたくさんやられてて僕も多分十,十数箇所のにこういうふうにコメントた出させていただくんですけれどもこ,こんなにレベルの高い発表には普通ならないんですよ。<laughs> はい、というところにまず驚きましたと。うん、でそれが例えば発表のやり方話し方や スライドのデザインもそうですし、あの最後の伊勢さんや子さんのようにあの E C サイトで物を売ってみるとか、そういうことってあのこれから協力隊になられる方とかあるいは他の方が見たときにどうせ最初からできたんでしょっていうふうに思われがちなんですよ。でもきっと違うんですよね。あの最初は皆さん全然違う分野からこういう仕事をスタートしているので、あのかなり手探りの段階で。 この人気中に学びながらやられてきた方がほとんどだったんだろうなというふうに思っていてそれがこう干しいも食べておいしいこれをなんとか伝えたいっていうやりたいっていうパワーで学んでいったりとか、うん、あるいはあの里の場大学とかいろんな学びの場が協力隊には研修とかあるのでそういうところであのプランを作ったり発表したりっていうちょっとね心地のいい強制感みたいなものの中で、えー 程よくこう自分にプレッシャーをかけながら成長していくということが協力隊の機関の中でうまくあのできている4つの事例だったなというふうに思っていて、はい、なんか4つともこんなに完成度が高いというのに、まあ、率直に驚いきながら、はい、聞かせていたただきまし同じように全体の感想として予算さんもいかがでしょうか。 斉藤さんんとと同じになっちゃうと思う思でですすけどレベルが高いですしなんかそれぞれ皆さん個性がありつつもこう自分のこうプレゼンとか思いを伝えるこう喋り方一つとってもすごく研究されているなっていう形がすごく見て取れますしこうなんか伝えたいこの自分のこうタイトルに対してすごくこう作り込んであるというかお母、まあ、さんその協力隊に向けてだったりとか入江、まあ、さんの,あの発表だったりとかそういうところも すごい。あのー、相手相手に対してのそのすごい。その気持ち、そのモチベーションの高さとか、<laughs> <laughs> なんか私の3年間を振り返るとなんか恥ずかしくなってくるんですけど。<laughs> いや、でも本当に経過報告会とか地域の方にね。あの。 この気持ちとともに発表したらすごく喜ばれるんじゃないかなっていうのがもう予想できるような皆さんの発表だったので、なんかぜひなんか地域の方にも伝える機会っていうのをたくさん作ってもらえると、もうみんなから可愛がってもらえるだろうなって思いました。<laughs> はい、ありがとうございます。では若松さんどうでしょう全体でまずは感想コメントお願いします。はいあ全体ではいわかりました、はい、ありがとうございます。 えっと、皆さん、まあ、お,のおっしゃっていただいた通り、今まで、なんか皆さん、すごい、あの、いろいろ個性があって、面白い活動してるなと思って聞かせていただきました。 で最初にあの佐藤友奈さんがこの課題じゃなくて魅力だって話をされていて僕もまさにそれは大事だなと思ってあちなみに僕も最近なんか課題解決とかじゃなくてなんか地域にいる人たちの願いをどうやって叶えるかを考えましょうみたいなちょっとポジティブメッセージに変えていって活動しようと思ってるんですけどで皆さんその、えー、と佐藤友奈さんだったらなんかその BG だったりや えー、そういうのだっ,た、えー、だったり、岡さんだったら桜だったり、江、えー、さんだったらきっと、まあ、人とかなのかなと思ったりもしたんですけど、あと欲しいもね。えー、っていうところで、なんか皆さんがあの地域の魅力を改めて気づいて、それをどう、なんかもっとうまく活かしていくというか、えー、発信していくとか、なんかそういうところにつながってるっていうのが、えー、すごくいいなと思いました。 え3年目の方が3人いらっしゃいましたけれども本当にいろんなフリーミッションだったり、えー、なんか自分のやりたいことと、えー、役所から求められることと地域の人から求められることとなんかいろんなこう葛藤を持ちながら、えー、試行錯誤しながらやっていったっていう経験は本当に協力隊の皆さんが経験するようなことだなと思っていて、えー、ぜひあの うちらで斎、まあ、藤さんとかはあの、与田さんとかも入ってますけど、あの協力隊の研修とか、座談会とかやらせていただく中で、本当に、えー、今後もなんかあの、お話ししてもらえると、すごく、えー、今後来る隊員が勉強になるんじゃないのかなと思いました。はい、そんなところで全体のところはそのところであはいます じゃあここから残り12、3分ほどで、まあ、一つ一つにちょっとこあの、まあ、応援コメントだったりとか、あのまあ、この辺どうなってるのみたいな形の,あの問いかけみたいなところの時間にしたいなと思っています。まず一組目ですね、鹿嶋市の佐藤優奈さんに対して、えー、とお三方からこう応援アドバイスとかあ,のあればと思うんですが、どなたかあり方いらっしゃいますかこれちょっと話したいとか、子ここがこう疑問に終わったとか。優、は、奈、い、さんと さんとちょっとかぶってしまうんですけれども、地域の中に場を運営していく、まあ、それが飲食であったりとか、こうデザイン事務所を兼ねて、デザイン情報発信のこう事務所を兼ねていたりすると思うんですけれども、場の運営って、なんでしょうね、すごく楽しいけれども、いろんなトラブルもつきものですし、はい、その辺なんかエポックの若岡さんあ、若松さんにも聞いてみたいんですけれども、そう。だから地域 人の接点を維持したいという思いって割とこう協力隊の任期中すごく湧き起こるものなんですよ。でもそれが任期終わって働いていかなきゃいけない、お金を稼がなきゃいけないって思った時に、このバランスを維持しながら働いていくのって、岡松さん難しいですよね。野沢さん難しいですよ、ね、<laughs> そうですね思ううのでちょっとそのそ辺をこう お二人はどういうふうにされていたのかなっていうのを聞きつつなな、はい、さんやうなさんへのあるいはあそうかうさんも場を持つわけですよね。はね、い、話として届けていただけたらなと思うんですけれども地域への思いを持って場を運営するっていうこととこ自分の働く稼ぐっていうことのバランス浜田さんどうですか 難難ししいいでですすね。難しいですよね。よ <laughs> 僕もそう思っててやっぱりあの協力隊の時から、まあ、僕はインターンシップのコーディネートっていうことでやってきましたけどもまあ正直そのさ最初の頃は少しお仕事上でも付き合いはあるんですけれどもやっぱりそのお,お金を取る対象ではなくなってくるというかあのなので結局あの 自分が創業した企業っていうか会社作ってからはまあ別のクライアントを探しに行ってえそういうところと <laughs> あのお仕事するようになっていくんですけれども僕は未まだにまあ正直あのインターンとか学生周りのところって稼げてるかといったら多分全然リソースと全く見合わない状況になっててなのでもう稼ぐところとお金を稼ぐっていうところと自分の会社の なんですか理念とかビジョンとかを踏まえた上で、まで、あ、これはちょっと、まあ、赤字にするのは本当は良くないと思うんですけれども、もうからやんないけども、これは会社のだろう、ね、価値観とかのためにやるものっていうので、なんかちょっと2つ分けるような考え方で、今のところはやってます。ありがととううございますすどでさ,んさんのところ そうですよね、地域との場、うーんそうですね、私もあの協力隊の時は産地全体のプロモーション今もそうですけど、まあ、今もあの、まあ、販売、ずっとプロモーションをしていって、まあ、販売がスムーズになったタイミングで、その苗木の購入の半額補助の助成を使って、もう産地の拡大とか、まあ、農業収入の増,増加を、まあ、産地全体で目指してきたんですけど、そうですね、まあ、自分自身もその収納というか、まあ 夫がちょっとリンゴ農家やってるのでもうなんか自分の農園のこともやっぱりやっていかなきゃいけない状況なんですけどまあ今までの活動があるのであのどうしてもこう,あのうちもやってくれるでしょうっていうところがどうしても出てきてしまうんですけどこちらもやっぱ生活が <laughs> あるので <laughs> 自分の例えば直売所去年立ち上げたんですけどやっぱり直売所立ち上げた時にうちのも売ってくれないかみたいなところにもやっぱなってきてしまう。 そ,その辺りは、まあ、ちゃんとあの売,る売るけれどもマージンはきちんと取るとかきちんと線引きの部分でちゃんと伝えていく努力をしないとこうどうしてもこうあのスパッとそれは無理だっていう話をやっぱ切っても切れない存在なので地域の方々はそうですねなんか私も今,今もまだ手探りですね <laughs> だちょっと気使ってこう思いっきり自分の事業だけにこうあの力を注ぐというよりは。 あの最近その全体,全体の,あの農業収入あの増やしてきたってところの結果としてその30代の女性が仕事辞めて親の後継いで専業になるっていう形の動きとか出てきたところでやっとそっちもまああの結果が出てきたなっていうところなのでそこもちゃんとあのボランティアでフォローしつつ <laughs>。 自分のなりわえも頑張っていいここうっていうところですね。完全に切って切れるものではないなっていうのがちょっと実感かなっていうところですね。うんうん、この場に関してだけで多分2時間番組できちゃいそうな <laughs> 感じがするんですが <laughs> あの一人一人行きたいなと思いますので、うんはい、続いてあの桜菓子の大川奈々さんの、まあ、プレゼンを聞いてこうフィードバックするポイントとかあれば是非お三方からお願いしたいなと思いますがいかがでしょうか ちょっと思い出す形ですでね <laughs> <laughs> 僕はナナさんの行きつ戻りつのストーリーがすごく素敵だったなと思ったのであそこの部分だけこう切り取ってとか YouTube に上げていただいて同じことで立ち止まってしまってる協力隊の方ってすごくたくさん見かけるんですよ。特に能力のある方 経験値の高い方ほど価値創造パッとできてしまうけれども地域との溝が広がるみたいな経験ってすごくたくさんしていてなんかコメンテーターの2人が首取れそうなぐらいうなずいてますけど <laughs> <laughs> そういう時に菜々さんの気づきっていうのはそのまますごく活かせるんだろうなと思うのでなんかきょ教材化してほしいなと僕は思いましじゃああの時ほんと、はい、藤先生にもあの、ね、電話で1時間半ぐらい。 話聞いていただいて、うん、とあの一旦置いとくということは、すごくあ,のありありだなっていうふうに思いました。うん、だから、まだ大泉は実は諦めてなくて <laughs>、いつかあのやりたいなと思っています。やっぱり夢はね、大きく持って、でも足元からっていうのが必要かなと思ってますありがとうございます。 なんかちなみにそのやっぱお母さんのずっと桜井に対する一貫したこの思いっていうのもやっぱプレゼンの中ですごく伝わってて。 なんかそれが良かったなと思いました、本当、桜好きなんだなみたいな。<laughs> そうですねやっぱりそれを人生の軸にしたっていうのが大きいかな、やっぱり皆さんにお伝えしたいのは、やっぱり何か軸を持つっていうことがすごく特にこう知らないところに行くので、それがないとブレブレになっちゃうんですね。なので、協力隊、なかなかやっぱり若いときは難しいかもしれないけど、何か軸を。うんうん その大川さんの桜愛を我々こう里馬大学でものすごくたくさん伺って、はいて<で> <laughs> プレゼンの中でこう桜愛が、ね、毎回溢れすぎてしまう <laughs> 今日のプレゼンはそれがこう伝わる形でシンプルにまとまりつつ佐藤 <laughs> さんの他の伝えたいこともしっかりとこうあの流れていたなと思ってすすすごい聞きやすかったですよね最後にまとまってよかったです。<laughs> 活動的にはね、まさにその、協力隊をやって、地域の飲食を行うっていった意味では、こう、まあ、若松さんにも近しいですよね。若松さんも飲食店の方に関わったりとか、なんか、聞きたいことはぜひ若松さんにね、そういった若松さん、なんか、始めるときの、こう、はい、ポイントというか、ここはちょっと最初気をつけた方がいいよっていうのがあれば、ぜひ、あの、大川さんに、簡単なアドバイスを、まず、食<店>飲食店というか、飲食ですかまあ、その、地域での、やっぱりこう、やりながらのに、うん。 始める時 <laughs> ど難しいっす、ね、若さんは僕はなので多分あれなんですよいろいろ自分でやりたくなってやっちゃうタイプであんまり参考にしたいってないです <laughs> もうちょっと <laughs> あのゆっくり時間をかけて反面教師,、ね、面教師本当に時間をかけてなんかあのみんなでなんか遠くに行きたいならみんなでなりなさいみたいなあるじゃないですかみんなでだとみたいなはい、はい、あれができなくて僕すぐやりたくなっちゃうタイプなんで。 うん、本当ね半面教師にしてください、あの <laughs> ゆっくりやる <laughs> なんかゆっくりやる、両方あるといいかなと思います、自分で多分稼がなきゃならないともあったから、結構、行き急いでやってたんですけど、はい、あの両方あるとバランスいい気しました、ね。なるほど、ありがとうございます。<ス>はい、あんまり参考なんですじゃあ続いてあの、日立大宮の松原さんに対して、こうコメント、メッセージ、どなたかある方、いらっしゃいますか。うん 樋口さんが書かれてたと思うんですけど、あのウェブ情報とか、<ー>イベントページの話されてたんですけども、まさにその、これが可視化されていくように、やっぱりどんどんなってくると、どんな使い方していいかっていうのがどんどん分かるかなと思って、最初、多分ね、なんか分からないと思うんです、な何で使って、これやで、例えばりんご販売できるのとか、何ができるのって、あると思うんですけど、使われてくると、どんどんその使われ方が広がっていくかなと思っていて。 はい、そこが徐々に可視化されていくといいなと思いました。こんなふうに動いているのかがすごい見えると、なんか私もあ参加できるかなとか、そういうところが見えてくると、いろんな方がもっともっと増えて、ね、いろんな使い方してもらえるんじゃないかなっていうのをすごい思いまあの、場のオープン感とクローズド感のバランス、なんかセミクローズド感とでも言いましょうか。<laughs> っていうのが安心安全なコミュニティを作っていく上ではすごく難しいところであってあの同じ人だけが集まってるとそれは完全に安心安全なコミュニティになってみんなでこう楽しくできるんですけれどもそれが進んでいくともう決まった人だけが来るクローズの空間になってしまってかといってオープンで誰でも来れるっていうと常連さんとか。 最初から関わってた人たちが足に遠のいてしまうっていうのが場の上にはつきものなのでそこのバランスの心地いいところを探っていくっていうことですよね。僕、うんうん、ちょっとその話と別にこう地域おこし協力隊ってなんか田舎で暮らすとか地方でのローカルキャリアを作っていくっていうところで選ば協力隊を選ぶっていう方もすごく多いんですけれども。 その時に結構見落,としな視点が見落としがちな視点がパートナーのことなんですよね、家族のこと。うんうん、家族とかパートナーはどう思っているんだろうかっていうことをないがしろにして自分はこうしたいで走ってしまうと、なんだろうな、幸せのために中暮らしを選んだのになんか家庭内が幸せじゃないっていうことって本当によくあるんですよ。特にあのロ 具体例を出しあのそうそうあの成功して有名になった事例の方ででも家庭はちょっと怖いことになってるっていう人結構多くってそのこうさんの。 協力隊の活動としてしっかりイノシシや森のことをやりつつも、奥さんとの共同プロジェクト、アワープロジェクトを立ち上げたっていうことそのものがすごく大事な学びだなというふうに思いました。あの私たちもこれから協力隊になる方も今やっている方も、これは何か真似していけるやり方だなと思っていたところです。はいあ なんか、斎藤さんの言われたそた場のところって、毎回議論になってるな、だ結構なるなと,いうものだと思うんですけど、僕、あの、キッサランドリーってあるのをご存知ですか、うん、田中元子さんがやられてる。グランドディオの。その方がその、僕、そういう毎回気になるから聞いたときに質問させていただいたときがあって、その時答えたのは、 あ、え常連の人が勝手に例えばなんか持ち込んで物持ってきたら、そのまま置いてきたりすると、なんか他の人入りづらくなるから、絶対1回ゼロにするんですって、毎日毎日。持ち込んで、なんか例えば毛布持って、なんかぬくぬくしながらなんかやってやってもいいんですけど、<laughs> 遊び道具とかボードゲーム持ってきてもいいけど、それはそのまま置きっぱなしにしないっていうのを心がけてると言っていて、あなるほどって思いました。参考までにはい <laughs> 大事,いやこ大事ですもねいやでもね,でもねヨーロッパの公園とかってパブリックスペースなんだけれども、はい、椅子が動かせるようになってるんですよ。であの自分で椅子を動かして気持ちいい芝生の気持ちいいところに例えば夫婦2人で並んで座るじゃないですか。はい、でその2つ座った椅子がそのまま残されてその人たちは帰っていくんですけど次にそこを通った人が。 めっちゃその椅子に座るるとめちゃくちゃゃく綺麗な芝生が見えるわけで2つあるってここにはきっとそういう老夫婦が座ってたんだろうなっていうのがイメージできるっていう楽しさもあるわけですよ<ー>みたいなね。<laughs> 場の作り方には本当に応えてなくってあの自分が思うこんな場が気持ちいいなということをどういう仕掛けで実現していくかっていうのは、うん、いろんなやり方を試して多分こうさんなら行かれるだろうなというふうに思ったので。 なちなみに僕大、大学生の時に勝手にベンチを動かしたら戻されてました。<laughs> 日本は多分戻されない。それが普通なわけですよね。キャンパスの、うん、<laughs> ベンチを動かしたら戻ってました。何日かも <laughs> <laughs> すいすみません。そうそう日本のチャットにもご質問をいただいてますね。はい、はい、でそのチャットの方は、すみませんあの松原さんの方からちょっとコメント返す。 返す形にいただいて、はい、ちょっと時間的に、はい、あの中市のコメントの方にちょっと行きたいなと思っております。はいあのまあ、農業関係でね、多分与沢さんもコメントをちょっと先にいただきたいなと思いますうどうですか、与沢さんから見て。いる農家さんがが、ね、女性の方が一生懸命 を助けてくれるというか、外部から来た人が一生懸命自分たちのために働いてくれるってことは、なんか協力隊自体は私がそっちの立場だったので、なんか今、農家の立場になってどうだろうって考えたら、すごく幸せだなと思って <laughs> るんですけど <laughs> え、欲しいと思って、関わってます <laughs> 私もすごく思う。で、丸るも農園さんはどういう感じで、こう、あのもう土下座するぐらい感謝してるのか <laughs>。<laughs> 関わりりになったかなというの気になります、はい、あでもなんかそのそういう欲しいもの,あのそういう発想あの満月と掛け合わせるとか、うん、そういうなんか洋,洋,洋風のイメージみたいなのって、うん、今まで茨城県ではなかったしあの、うん、そういうだ見,見せ方ってあるんだってすごく勉強になったとか言って感謝していたていてすごく嬉しかったですね。はい いや絶対嬉しいと思いますしなんかそこからデザインをきちんとこうあの矢子さんないしなんか家さんから購入してその先もなんか続けていってほしいですよねやっぱこう協力隊主体で始めたものってやっぱ協力隊がいなくなるとこう終わってしまったりとかってするものがすごく多々あるので是非こう地域の人にやれるようにそのまま残してまあ,あの儲けの部分はちゃんと <laughs> あのちゃんと整理した上で あのどんの方なり地域の方がそのまま引き継いでいってそれのあの皆さんがやったものが残っていくっていうのがとてもいいことだなと思うのでぜひなんか丸もさんに頑張っていただきたいと思いました。あって会ったことないんですけど。<laughs> <laughs> ありがとうございます。ありがとうございます。はい斉藤さんワクマツさんどうでしょうかワクマツさんありますか。 1年目でこれだけうまくいったっていうことはちょっとこうレベルの高い話になるんですけども、うん、うまくいった先の方向性の作り方っていうのが次の課題になってくるんですね例えばこれ、えー、と宮城県の丸森町っていうところの協力隊が作ってる密漏ラップ なんですよ。これも1年目の企業型の隊員が作ったプロダクトで地域の中の蜂蜜屋さんが蜂蜜、えー、は,はたくさん出荷してるんだけども蜜あの蜂の巣の部分ですよね。蜜ろが余ってしまうとでそれを全部捨てられているのを有効活用したいっていう課題からスタートして蜜ろラップっていうあのリユースできるサランラップみたいなものなんですけどもを作られたと。で もう県内で十数店舗で取り扱いされていて、売れてるんですよ、何百万も。ところが、今度起きた問題は、そのみつ屋さんの老蜜ろうが足りなくなっちゃったんですね、これを増産するために。<laughs> さあ、どうする皆さんだったらどう考えますか課題はもう解決されたんだから、それで十分って考えるか、これだけお客さんがついてるわけだから、じゃあ、ろうを別のところから確保しようって考えるか、もっと別な展開を考えるか。 うん、っていうなんだろうなうまくいった先にまた次の課題ってやっぱあるんですよね特に地域課題解決とか地域の魅力発信型のビジネスを作った時に儲けだけが目的ではなかったりするとそこは出てくるでその時にそれって当然こっちの道だよね それって当然それは蜜ロう外から買ってくればいいじゃないか当然と思わずにあのせっかくお二人でやられているのでお二人でちゃんとすり合わせをして時間をかけて方向性を作っていく必要があるのかなというふうに思って聞いておりました、うんうん、せっかくうまくいったのでその次々っていう展開をですね丁寧に作ってほしいなというふうに思いますありがとうございますありがとうございますこれちなみにえっとえっと 豆麦森の中っていう野号でえっ、ー、と宮城県丸森町の協力隊の方がやっているものなので、えー、と検索してみてくださいつ、えーはい、つみっていうプロダクト名ですはい、はい、ありがとうございますはい皆さんありがとうございます ちょっとで、ね、皆さんに対してコメントをたくさんいただきたいところでありますが、えっと、時間がもう間もなくですね、あの、11時半になってしまうので、ちょっと5分ほど延長してしまいますが、最後ですね、本日のプレゼンいただいた、あの、4組に、ちょっと一言最後、えっと、メッセージだけいただいて、この場を終了したいなと思っています。あの、まず、あの、応援アドバイザーのお坂田ありがとうございました。はい。ではですね、あの、改めて、えっと、プレゼン順に、えっと、まあ、今日、やってみて感想と、 あとこの後ですね、あのどんな活動でやっぱ皆さんとこう交わっていきたいとか、あのこういうふうに関係人口づくりやっていきたいとかですね、何か最後、メッセージをお願いしたいなと思ってますので、じゃあ改めてえっと鹿島市の佐藤優奈さん、お願いいたします。はい今日は皆さんありがとうございました。大変参考になるお話をいただきました。たまたま、佐藤の場大学の3名はバズクリでちょっと共通している部分があったんですけど、なんかこう、 まだまだ私の方も、あのー、始めていく段階なので、これから、あの、1年間通して、あのどんな風に変わっていくかとか、あの、DIY できるところ床とかの部分をやっていけたらなと思っているので、ぜひ、あの、松葉さんの力をも借りつつ、皆さんにも参加していただける機会を作りつつ、行きたいなと思っているので、ぜひ、あのー、見守っていただけて、 あと、あの、参加していただければなと思っております。ありがとうございました。はい、ありがとうございます。では、続いて、桜川市の大川奈々さん、お願いいたします。はい。えー、本日は聞いてくださった皆さん、そして、あの、コメントをたくさんいただきまして、ありがとうございました。えっと、やはり、あの、場ってすごく大事だなと思っていて。えっと、まあ、どういう場作りをするかっていうのは。 まあこれはやっぱり自分がちゃんとこういうのってイメージができてないとバラバラになってしまうんでそれをちゃんとあの考えていきたいなとで私が5年日に思っているのは私が何かするんじゃなくてそういう環境を用意すれば来た方が作ってくれると思っているんですね。なのでこうチャレンジできる街にしたいって思ったのは私がチャレンジするんじゃなくてえまあいろんな何かちょっとでもやりたいと思っている人が。 あの目がこうグッと伸びてくるようなあの場を作ってあげればある,あるいは背中を押すとかまあ人生経験のあるところで何かちょっとアドバイスをするとかそういうようなところを私はもう本当に引退していく立場なのでえっと20代30代40代そして50代の人たちにこうんか。 活躍してもらいたいなと思っていますそうすることでまあ町が元気になっていくんだなと思っているので、えー、それをこれ自分の使命として続けていきたいと思っていますはい、はい、皆さんに協力いただければと思います、はい、よろしくお願いしますはいありがとうございますでは日立大宮市の松原幸さんお願いしますはい、えー、今日はありがとうございましたえっ、ー、と今日発表してなんですけど やっぱり思うところは自分が自分たちが一番今ワクワクしていることって何だろうって考えたときにまあ今日話したことが一番僕の中ではそれにあたるなと思っててでまあ場作り大きく見れば場作りではあるんですけど、まあ、自宅を開放するようなことにもなったりするので先ほど皆さんがあの からいただいたただコメント、まあ、オープンにするのか、まあ、クローズドになっていくのかセミオープンにするのかというところはすごく悩ましい問題だなと思ってでも何もしなきゃ始まらないっていうのは思うので、まあ、本当にこれから始まったばかりなので少しずつできることからやっていければいいかなというふうには思っておりますそうですね、隅開きですね。ははいい今日はありがとうございました はいありがとうございますでは最後中橋役夫、えー、さんと伊礼さんお願いいたします はいじゃあ私から、はい、あの今日は素敵な場所を用意していただきましてありがとうございましたちょうどその古文ホしモっていうのが出来たってホエイトで販売してアンケート調査もし終わったところでのタイミングだったのですごいいい機会いただけてすごくありがたかったですで皆さんからのご意見もいただいてさっき斎藤さんがその方向性を作るっていう話とかもされてらっしゃいましたけれども私も今日協力隊の,あの先輩方皆さんのお話聞いてやっぱり場作りで とか私だったら農業がミッションなので農家さんの所得を上げるための何か場を作るっていうのをあのいつかしたいなっていうふうにはずっと思っててあの例えばその今回古文欲しい持って作りましたけれどもそういうふうなテストマーケティングをするような場所みたいなのを作ってあの農家さんがなんかチャレンジするような空間作りみたいなのをいつかしたいなって前から思ってたのでなんかそういう方向性に向けてあの引き続きあと2年間しかないのでそれに向けてあのいろいろな いろいろと、あの、何が必要なのかとか、農家さんが何を求めていて、その中で私が何ができるのかなっていうところを。あの、ちょっといろいろ丁寧に、あの、かいつまんで、結びつけていきたいなっていうふうに、改めて思いました。どうもありがとうございました。はい、ありがとうございます。やこさんもどうでしょうか、一言、はい。はい、ありがとうございました。 えっと、私はもうすぐ1年目が終わるところなんですけれども本当に毎日悩むことばかりでどうしよう声もどうしようっていうのを入江さんにお話ししたりっていう日々なんですけどあの茨城は本当になんか先輩もたくさんいてこういうサポートが整ってるなっていうのを本当に改めて感じたので。 なんか、あの、一人でこう、悶々としてないで、先輩方に、これからちょっとたくさん相談させていただいて、お話聞いていただきたいなと思いました。これからもよろしくお願いします。はい、ありがとうございます。 はい。あの、以上4組からですね、最後素敵なあのメッセージでした。ありがとうございます。あの、こういった形でですね、あの、これからも卒業する方、まだ1年目で、まだまだ茨城で活躍する方、そしてこう、まあ、OB、OD となって、今度新しく入ってくる方に対してアドバイスする側になってくるか形があります。で、今回のあの、アドバイザーで、まあ、ヨさんとか若松さんもそうですが、茨城県の場合は、そのサポーターミーティングみたいな形で、あの協力隊の皆さんが、あの、今度研修講師まではいかないんですが、あの、まあ、寄り添った伴奏型の,あの研修の形もありますので、あの、茨城県と 私はすごいあのいろんな形であの場を作っていますので、ぜひあの地域おこし協力隊、これからの募集がかかってくると思いますので、でぜひ興味がある方はあの、こういった OBOG の皆さん、そして元気を大変にあの聞いてみるといいのかなと思っております。で最後、ちょっと長くなりますが、あのまあ、今後の、えー、とこの茨城県としての関わりとして、今、若松さんからもです、ね、チャットで書いてありますが、2月21日1時半から茨城県の地域おこし協力隊の報告会。 とえー、と3月16日の午前中ですね、平日の10時から、えー、中,市中市の報告会があるという形で、これからいろんなこう行政で報告会がたくさん出てきます。あの興味があるあの自治体、もしくはあの職種ですよね、ミッション型で検索いただいて、あの報告会あると思いますので、ぜひそちら、えー、見ていただきたいかなと思っていますで。あとは茨城県の、えー、とイベントで言いますと、あの今日干し芋が出ましたが、来月ですね、あのスタンド東京という あの、移住促進の毎月やっているイベントも、テーマは星用なんです。星いもかける関係人口で、今度はひたちなか市の豚屋さんと、えー、星芋ですね。星も学校をやっている豚屋さんの話と、えー、生産者、金、え、賞、ー、取っている生産者の話が聞ける場もありますので、ぜひそちら、えー、聞いてみてください。で、本日この後ですね、今日この、えー、協力隊のプレゼンピッチャーはこれでおしまいになりますが、 2時から協力隊ではないんですが同じように茨城県と新しい何かを始めたいという形でプロジェクトを起こした25組のうち7組がファイナリストになって今日最終の3分ですね、あの協,力協力隊は7分でしたがプロジェクトオーナーは3分のプレゼンピッチで7組このあと2時から行いますのでぜひそちらも合わせてご参加いただけたら嬉しいなと思っております。はい では今日は長丁場になりましたが、えっ、ー、と、地域おこし協力隊のプレゼンピッチ、4組の皆さん、本当にありがとうございました。そして、あの、アドバイスいただいた、えー、メンターの皆さん、ありがとうございます。これで、あの、地域おこし協力隊4組の、えー、プレゼンピッチ、冬の陣は終わりにしたいなと思っております。皆さん、えっ、ー、と、ご覧いただきありがとうございました。ご参加いただきあいた。皆さん、ありがとうございます。では、えー、皆さん、ちょっと手を振って終わりにしたいなと思います。皆さん、ありがとうございました。はい、お疲れ様でした。